待っとったで。どうして？なんでよ。ほう。確かに受け取ったよ。そう。ゲームデータをセーブするんだね。
露出の多
い服、アイズさんには似合いません。そうかしら。私は意外にいけると思うけど。いけませんよ。アイズはどう？私たちみたいな服を着てみたいって思わない？困ってるじゃないですか。じゃあどうする？アイズは着てみたい服ってあるの？可愛いやつ。ねえフィーヤには聞いてないわよ。私は動きやすければそれ。動きやすい服か。例えばロキが着てるようなやつとか。ロキの服。レフィア、似合うかな。ああいう短いパンツってさ、結構お尻のところ怪しくない？ああ、確かにちょっと気を使うかもね。ダメダメダメー！アイズさんには絶対。まあ似合うかどうかはさておき、ロキと同じ格好っていうのはちょっとね。そうですよ。だから絶対にダメです。ねえアイズ、他に何かリクエストはないの？うん、もうさ、バニーガールみたいなのでいいんじゃない？バニーガール？キヨに飽きてるでしょ。失礼ね、私はいつだって本気よ。あんまロキの趣味だし。そうかしら。じゃあキヨンのバニーガール姿で街中を歩けるの？無理ね。ほらやっぱり飽きてるじゃん。私を狩るの？狩りません。むしろお持ち帰りして。さて、こんなところで立ち話しててもしょうがないし、とりあえずお店に行きましょうか。うん。ほら、レフィア行くよ。アイズさん、かわいいです。ダメだこりゃ。アイズ、ほら、もっとよく見せてよ。ロキがいたら間違いなく飛びついてたわね。あの、ティオナ、お金は？いいよ、私からのプレゼント。じゃんじゃんして使ってね。でもそれよりもお昼にしようよ。私お腹空いちゃった。確かこの先にカフェがあったわよね。カフェ、いいですね。私も行ってみたいです。賑やかで楽しいよ。どうしたの、アイズ？ごめん、ティオナ。あ？アイズさん？ごめん。アイズ、私、謝ってほしくてプレゼントしたんじゃないんだけどな。え？それとも迷惑だった？うん、そんなことない。うん、だったらありがとう。ようやく笑った。アイズは笑顔が一番可愛いよ。ティオナさん、抱きつく必要はないんじゃ。あ、何？
にレフィア、羨ましいの？それは…ダメだよ、アイズの隣は私の特等席なんだから。ねえ、アイズ。うん…へへ、そうなの。レフィア、素直になった方がいいんじゃないの？やあ、なるほど。ありがとう。アイズさん。すっかり遅くなっちゃいましたね。し、あ、そうですね。見つかったら大変です。アイズ、レフィア。あ、どこへ行っていた？遠征が終わったばかりだというのに、少しは体を休めたらどうだ。しかもレフィアまで連れて行くと。ごめんなさい。違うんです、私がどうしても一緒にって頼んだんです。だとしても自覚が足りん。おお、みんなして夜中に何しとるん？見ての通り説教だ。大変やな、ママは。誰がママだ。よーし、たまにはうちが神として罰を与えたる。おてんばアイズたん、うちらに心配かけとる罰や。明日のモンスターフィリア、護衛役としてうちに付き合ってもらうで。護衛？ちょっと待ってください、アイズさんは私と。ごめんな、レフィア、チート訳ありでな。じゃあそういうことでよろしく。ロキ、護衛っていうのは？ああ、ちょっと気になることがあってな。とある神を呼び出したいな。そんな固く構えんでええよ、向こうも迂闊なことはできんやろし。よう、待たせたか。いいえ、少し前に来たばかり。あら、そのなんや、紹介がいるんか？一応彼女と私は初対面よ。うちのアイズや。これで十分やろ。アイズ、こんな奴でも神やから挨拶はしとき。はじめまして。かわいいわね。ロキがこの子に惚れ込む理由がよくわかったわ。それじゃあ早速本題に入らせてもらうで。ええ、どうぞ。前の神の宴、
あんなに興味ない言うてたのに。質問の意図がわからないわ。うちらと自分とこのファミリアの関係は周知、それこそ好きやあらば相手を蹴落とそうと神経を尖らせ合う関係や。そっちが動けばこっちも動かざるを得なくなる。そんなに怖い顔で言われたら答えられるものも答えられないわ。抜かせ。自分は質問って言うたけど。忠告かしら、それとも蹴、どう取るかはそっちの自由や。男か。つまりどこぞのファミリアの子供を気に入った、そういうわけやな。ったく、この色ボケ女神が、ね、あら、分別はあるつもりよ。言うてろ。んで、どんなやつや。うちはそっちのせいで余計な気を使わされたんや。強くはないわ。でも綺麗だった。透き通っていた。あの子は私が今まで見たことのない色をしていたわ。見つけたのは本当に偶然。たまたま視界に入っただけ。そう、あの時もこんな。うちにはようわからんわ。ごめんなさい、急用ができたわ。は？お前いきなり。また会いましょう。さて、面倒な用事も済んだし、アイズタンデートしよ。デート。さっきからキョロキョロしてどうしたん？なんでもない。あ、申し訳ありません。なんや、ギルドの子がそんな慌てて。なんかあったん？神ロキ、それにアイズ・バレンシュタイン氏。お、どないしたん？神ロキ、ぶしつけを承知でお願いします。どうか町に逃げ出したモンスターの討伐にご協力いただけないでしょうか。町に逃げ出したって？はい、モンスターフィリアのために捕獲したモンスターが逃げ出してしまって。それは確かに一大事やな。うん、かまへんよ。本当ですか？ありがとうございます。と言っても働くのはアイズタンやけどな。ダイダロス通りか。それはまだ面倒なところに逃げ込んだな。確認してくる。ああ、アイズタン待って。何やこの人だかり、なんかあったん？いや、見事な戦いだったな。あの白髪のガキ、絶対に大物になるぜ。
どうやらシルバーバックは倒されたみたいやな。お、アイズタン、どうかしたん？あ、アイズ見つけた！モンスターはすべて排除されたみたいよ。後処理はガネーシャファミリアの人たちがしてくれるそうです。そっか、それは何よりやな。あ、どうかした？ピオナに買ってもらった服ボロボロになっちゃった。本当だ。でも別にいいじゃん。ま、は、次は私が選びます。ねえアイズ、私に選ばせてよ。すっごくいいの見繕ってあげるから。楽しみだね、アイズ。ん？ゲームデータをセーブするんだね。ベル君、次のショーへ進むんだ。7階層？あ、君は私の言ったこと何も分かってないじゃない。5階層を超えた上に天津さん7階層？迂闊にも程があるよ。君は危機感が足りなすぎる。今日はその心構えの強制に加えて徹底的にダンジョンの恐ろしさを叩き込んであげる。ま、待ってください。その僕、あれから結構成長したんですよ、エイナさん。ステータス、アビリティがいくつか E まで上がったんです。 E？ ちょっと前までアビリティ評価 H がやっとだったのに。あ、はい。冒険者になって半月で達成できる能力ラインはせいぜい H なんだよ。これが冒険者になる前から戦いの心得を持つ人だったら E に達するのも多少納得できるけど、君は違うでしょ。はい。戦闘未経験者が半月で G に達するのもできすぎなの。でも本当なんですってば、エイナさん。じゃあ君の背中に刻まれたステータスを見せてくれないかな。でも冒険者のステータスって一番バラしちゃいけないことなんですよね。今から見るものを私は絶対に口外しない。いや、わかりました。じゃあ脱ぎますよ。顔を赤くするくらいならいちいち確認しない。こっちの方が恥ずかしくなっちゃうよ。すみません。え、嘘。エイナさん、確かにこのステータスなら7階層進出を許可しないわけにいかないかな。じゃあ。でも、あんまりジロジロ見られると。ベル君、明日予定空いてるかな。え、私とデートしようか。え、ベル君、お待たせ。あ、エイナさん。ごめんね、準備に手間取っちゃって待たせちゃったかな。ベル君、聞こえてる？あ、はい、すみません。じゃあ、早速だけど行こうか。そろそろどこへ行くのか教えてくれませんか？そんなに怯えなくても、別に取って食べたりしないから。でも、この先にあるのってダンジョンですよね。うん、正解。今日行くところはダンジョンだよ。といっても正確にはダンジョンの上にあるバベルだけどね。バベルって冒険者のシャワールームとか
公共施設があるだけじゃないんですか。君は本当に何も知らないんだね。まあ着けばわかるから早く行こう。ああエイナさん待ってくださいよ。ここは倉庫ですか。失礼なこと言わないの。ここも立派なヘファイストスファミリアのお店なんだからね。え？ヘファイストスファミリアの武具といえば豪華絢爛なものばかり想像してたでしょう。はい。ここは新米の鍛冶師が手掛けた武具を置くお店なの。安くても実際に買われて評価を受けることが駆け出しの彼らにはプラスになるんだ。あ、本当だ。そんなに高くない。これだったら手が届くかも。ベル君、確かに君のステータスなら7階層進出を許可しなくちゃいけない。でもダンジョンは下に行けば行くほどモンスターが強くなるし出現頻度も上がるの。私はダンジョン探索前にしっかりと準備を整えるのが冒険者のすべき最低限の義務だと思うな。武器、防具も含めてね。余計なおせっかいかもしれないけど許してね。いえそんな、すごく嬉しいです。ありがとうございますエイナさん。じゃあ僕ちょっと見てきますね。あ、こら、お店の中では走っちゃダメだよ。あー、はい、ごめんなさい。いい防具を変えたみたいでよかったね。はい、でもしばらくは節約生活が続きそうです。早くダンジョンに潜りたいって考えてるでしょう。え、どうしてわかったんですか。もう、私としてはそろそろパーティーを組んでほしいんだけど。サポーターですか。うん、ダンジョン探索の補助をしてくれるの。何かと効率も上がると思うよ。あともう一つ、これなんだけど、私からのプレゼント、ちゃんと使ってあげてね。そんな、もらえません。もらってほしいな。私のためじゃなくて、君自身のために。冒険者はいつ死んじゃうかわからないんだ。戻らなかった冒険者をたくさん知ってる。いなくならないでほしいな、ベル君には。それじゃあやっぱり私のためかな。あの、うん、どういたしまして。え、すみません、大丈夫ですか。追いついたぞこのクソパルムが。もう逃がさねえからな。あの、ちょっと待ってください。ああ、なんだガキ、こいつの仲間か。いえ、初対面ですけど。じゃあなんでそいつをかばう。女の子だから。何言ってんだてめえ。ああ、てめえ殺されてえのか。やめなさい。街中で剣を交えるとは。ああ、口出しすんじゃねえ。とっとと失せろ、ぶっ殺されてえのか。吠えるな。手荒なことはしたくありません。私はいつもやりすぎてしまう。くそげ。大丈夫でしたか。ありがとうございます、助かりました。いえ、差し出がましい真似を。そうだ、あの子は、あれ、いない。誰かいたのですか。ええ、そのはずなんですけど。クラネルさん、まずはナイフをしまった方がいい。ここは人目につきます。そうですね。
では、私はこれで。はい、本当にありがとうございました。君は混乱してるんですか？でも今の状況は簡単ですよ。冒険者さんのおこぼれに預かりたい貧乏なサポーターが自分を売り込みに来ているんです。あ、そうじゃなくて、君昨日のパルームの女の子だよね。パルーム？リリは獣人シアンスロープなんですが。ほら、耳が。あ、本当だ。お兄さん、ふにふに触らないでください。あ、ごめん。それでお兄さん、どうですか？サポーターはいりませんか？できるなら欲しいかな。本当ですか？それならリリを連れて行ってくれませんか？いや、それはいいんだけど。あ、自己紹介がまだでしたね。リリの名前はリリルカーデです。お兄さんの名前は何と言うんですか？あ、ベル、ベル・クラネル。ではこれからよろしくお願いしますね。ゲームデータをセーブするんだね。おはよう、ベル。はい。ありがとうございます。え、こんにちは。ありがとう。やあ、坊主。え、ありがとうございます。すみません。私すごいじゃないか。ありがとうございます。はい。
ありがとう。でもそのベル様っていうのはやめてほしいんだけど。そういうわけにはいきません。仮契約とはいえ、上と下の立場ははっきりつけなければいけません。後継者様にサポーターは減り下らないといけないんです。いや、減り下るってリリルカさん。ベル様、リリのことはください。さん付けは絶対にダメです。いいですか、ベル様。サポーターなんて聞こえはいいですが、言ってしまえばただの荷物持ちなんです。命をかけてモンスターと戦っている冒険者様と同格であろうとすることはただの傲慢。もしそんなことを言ってしまえば、冒険者様は怒り、リリたちに分け前を望んでくれないでしょう。そんなこと。ベル様がお優しいことは会ったばかりのリリにも分かっています。けれど、けじめはつけなくてはいけません。もしリリがベル様を敬わず、生意気なサポーターという風評が流れてしまったら、それこそ職を失いかねません。ベル様には慣れないことを強要させてしまいますが、受け入れてくれませんか。どうかリリーを助けると思って。わかったよ、リリー。本当にベル様は駆け出しの冒険者なのですか。たとえパーティーを組んでいたとしても、レベル1の冒険者があの数をあんな短時間で倒すのは難しいです。倒したといっても危ないところは結構あったし、だから僕はまだまだだよ。やっぱりそうだよね。僕もちょっとこのナイフに頼りすぎかなって思ってるんだ。ベル様、そのナイフはどうやって手に入れたのですか。僕のファミリアの神様にいただいたんだ。なんでも友達の神様に無理言って譲ってもらったんだって。無茶するよね。それはいい神様ですね。うん、僕の大切な人なんだ。メル様、そろそろ先に進みましょうか。うん、危ないからあまり離れないようにね、リリー。
いですかね。一口にファミリア間の問題といっても利害関係が一致して契約をしている例もあるしね。ベル君から見てどうだったの？そのリリルカ・アーデさんっていう子は。はい、とってもいい子でした。サポーターとしても優秀だと思います。その子の所属するファミリアはわかる？確かソーマファミリアと言ってました。ソーマファミリアか。また反対も賛成もできないところが出てきたな。何かあるんですか？典型的な探索系ファミリアなんだけど、お酒も売ってるの。みんなどこか必死なんだよね。死に物狂いっていうか。でもやっぱり最後はベル君次第。私としてはサポーターを雇うことは賛成だよ。ありがとうございます。それじゃあそろそろ戻らないといけないので。あれ、ベル君、ナイフはどうしたの？え、ナイフ腰のホルダーに鞘しか刺さってないけど。え、あれ、お、落とした！すみません、シル。この量の果物を一人で持つのは大変だよ。それで、あと何が必要なんだっけ？そうですね。待ちなさい、そこのパルーム。今、袖にしまったナイフ。それ、竜？知人の持ち物に似ていたので確認したい。あいにくですが、これは私のものです。あなたの勘違いでしょう。抜かせ。ヒエログリフが刻まれた武器の持ち主など、動かないでください。警告はしました。竜、果物を粗末にしちゃダメ。腹に力を入れた方がいい。
ーが言ってて。リリー、どうしたの？その声は…まさか、逃げられるとは。今度はリュウさん、何が起こってるんですか、一体。ああ、ちょうどよかった。実はあなたの…あなたの傷は、私のもの。リリー、何か言った？クラネルさん、どいてください。シアンスロープ。ちょっとリュウさん、何してるんですか。リリー、大丈夫？はい。すみません、人違いでした。ジルさんまで、一体何なんです？クラネルさん、あなたは今、あの黒いナイフを持っていますか？あ、そうだった！二人とも、上から下まで真っ黒なナイフを見かけませんでしたか？これですか？僕の…ありがとう！本当にありがとうございます！あの、クラネルさん、手を握られるのは困る。それにこういうことは私ではなく、リュウ、何言ってるの？はあ、よかった。神様、ごめんなさい。もう二度と落としたりしません。落とした？はい、これどこにありましたか？あったというより、一人のパルームが所持していました。パルーム？あなたの身近にパルームはいますか？いえ、いませんけど。では、あなたが落としたものをあのパルームが拾ったのでしょう。先日の男との争いの時に、あなたのナイフを見ていたのは幸運でした。ああ、そういうことだったんですね。では、行きましょう、シル。あ、ちょっと待ってね。あなた平気？怪我してるんじゃないですか？これくらいは平気ですもんね。いいから見せて。あ、はい。あんまり。うん、大丈夫そう。じゃあベルさん、私たちは行きますね。あ、はい。本当にありがとうございました。リリー、どうしたの？はい、いえ、ああ、ちょうどよかった。リリーのことも探さなきゃって思ってたんだ。リリー、明日も僕とダンジョンに潜ってくれるかな？助かりました。はい、クラネルさん。
すみません。え？